前が白き者か。白状ね。お金はあるけど前の家に置いてきたのよ。ずっとそればかりだ。なら前のうちに住めばいい。だけど怪物が住み着いてて。俺には関係ない。出ていけこのクソババ。どうしたんだ。この年になってなぜこんなに苦労するの。ケチな男に追い出されて住む家もないなんて。貴族の娘として生まれて兄と一緒に長い間領地を治めていたのよ。何があったんだ。ある時放浪者で狩人という人が訪ねてきて私たちはすぐに恋に落ちて結ばれたの。そして2人で領地を出ることにした。でも兄はお別れも言ってくれなかった。何年か後に家に帰ってみたら兄は行方不明だったの。人々は口を揃えて怪物が屋敷に巣くってると噂してる。そこへは行ってきた。もう怪物のことは心配いらない。ありがとう。なんとお礼を言っていいか。お金はないけど代わりに、はい、これをどうぞ。宝箱の鍵よ。中のものをあげるわ。それじゃもんなしにならないか。雨風をしのげる家があればそれで十分。それに必要があれば他に売るものはある。でもウィッチャーの仕事はただじゃないでしょ。報酬はちゃんと払うわ。神々のご加護がありますように。これがあのばあさんの言ってた館だな。さんの兄に違いない。ここに住んでいたのか。ドロレス。おや、何かあるぞ。宝箱だ。あなたの親切には今も感謝しているわ。どんな調子だ。怪物があちこち壊してないといいが。それも少しはあるけど年月の方が問題ね。でも構わないわ。少女時代を過ごした家だもの。大好きだった家を直していくのも楽しいものよ。この家で平和に暮らしてくれ。ではさよならウィッチャーさん。体に気をつけてね。誰も入っていなかったようだ。奇妙だな。壁だけが後から作られたように新しい。秘密の部屋に人骨か。上流家庭ではありがちだな。男だな。年齢は30代から40代くらいか。ページが数枚破り取られてる。こうして私は死んでいく。飢えて乾いたまま、神憐れみたまどうも。あらあら、素敵なお客様。よく来たわね、ウィッチャーさん。悪い知らせもある。兄上の死体を見つけた。レンガの壁に閉じ込められていた。これを。それじゃロデリックが、夫が兄を殺したというの？ああ、残念だ。真実は時に残酷ね。でも時間を戻すことはできないわ。その場所を見つけなくちゃ。ハンバートにお別れを言いたいわ。あなたには感謝してるわ。農園を元通りにするのは大変ね。忙しい忙しい。